こんにちは、ラグビープロコーチ、アイキンノーです。今日ですね、フランカー、ディフェンスのフランカーということで、6番と7番、について行っていきます。で、フランカーというと、常にいろんな場面に登場する、一番最初に駆けつけるプレイヤーとして、フランカーというのが位置づけられています。で、フランカーの目的は、あくまでも相手に対してプレッシャーをディフェンスではかけていく。で、タックルする場合も相手陣内、基本的に相手がボールを出すそのボールのポイントよりも向こう側で常に相手を倒す、相手を押し込むっていう形で相手を常に圧迫していくポジションになります。ですので、例えばよくイメージとしてあるのは、オープンサイドでボールが回っていくときに、その相手のバックスラインに対して舐めるようにタックルの形で入っていって、で、ウィングのあたりで最終的に止める。そういったイメージもあると思います。で、常にフランカーは走り回らなければならないポジションなので、もちろんスタミナも大切ですし、瞬発力も大切ですし、フィジカルも大切になります。で、常にポイント、ラックやモールには、ファーストプレイヤー、またはセカンドプレイヤーとして入っていく形になると思いますが、基本的に、例えばスクラムを組んだとき、6番、7番で、6番の方がどちらかというと体が大きくて、そして7番の方がどちらかといえば瞬発力、またはその勢いをつける、というふうなイメージがあると思うんですが、基本的に、6番と7番の場合、基本的に6番の方が大きい方が、相手のブラインドサイドのを止めるとき、まあ、左側ですね、の時に止めるときも、例えば、右側で、ブラインドサイドに7番が来て、7番がブラインドサイドを止めるときも、どちらも、機能するような形にしておくとですね、センターの場合ですと、ファースト、セカンドっていう形で、そのまま、位置を変えればいいんですけど、フランカーの場合って、ブラインドサイドの6番、7番を変えるやり方もありますし、そのまま使っていく場合もあります。さっき言ったように右サイドでね、ブラインドサイドが7番が来る場合に、6、7をひっくり返して、で、6番がブラインドサイドを常に守るような形で持っていく、ブラインドサイド側のフランカー、オープンサイド側のフランカーっていう風に分けて使うこともできますんで、割と大体6、7固定してやる場合が多いんですけど、ディフェンスの場合に使う場合は、あくまでも、ブラインドサイド側は大きい方が有利なんで、そこをひっくり返して、こちらの場合に、使っていくっていう方が、どちらかというと整合性は取れます。まあ、整合性を取れるっていうか、その方がディフェンスしやすいことになります。で、基本的に両方のね、サイドをできるように常にこう変えながらやっていった方がいい場合もあるので、それは選手の瞬発力とかによって変わっていきます。体が大きくても、その瞬発力が、あまりない、フランカーの場合ですと、もう固定でそのまま使っていくのがいいのか、それともチームの状況でオープンサイドに常に瞬発力のある人間の方が行った方がいいんであれば、6、7番をひっくり返して使った方が、右側の場合ですね。その方がより有効にディフェンスをすることができるというふうな考え方もあります。でですね、一応、フランカーがディフェンスで必要なのは3つありましてですね、相手を押し切ってボールを取る。そして2つ目は、相手にボールが出るのを遅らせる。そして三つ目が、相手を押し込む。この三つがあります。もう一回言いますね。一番が、相手を押し切って、相手を押し切ってボールを取る。そして二番は、相手のボールが出るのを遅らせる。そして三番目が、相手を押し込む。その相手を押し込むっていうところだけちょっと解説入れますと、相手を押し込むことによって、スペースを作ることができます。ディフェンスがですね、一応、例えば、スクラムの場合、ラックモールの場合、相手ディフェンスがありますが、相手ディフェンスが、
押されれば、押されるだけ、まあ相手ディフェンスというか、こっちがディフェンスかけていくときに、相手の、まあアタックですね。アタックラインが、ボールを相手に対して押していけば押していくだけ、こっちが陣地を少しでも前に出すことによって、相手の、例えば、相手がこう、ボール持ってサイドを狙ってきて、ラックモールサイドを狙ってきたやつを、相手側で倒せば、当然、相手のアタックラインは下がらざるを得ないんで、そうするとこっちのディフェンスラインは上がることができるんで、で、そうやって相手を押し込む。で、相手に対してですね、こっち側が押し込んでるんで、ディフェンスが押し込むと、ディフェンスの方のタックルの勢いが増すんですね。なのでですね、相手を押し込んで、味方のディフェンスの勢いをつける。そうすると、より相手側で倒すことができる。そして、三つ目が、オフサイドの反則を取りやすくなります。相手ボールが出てですね、そのボールが出たところで、無で押されながら、例えばキックを蹴った場合、キックを蹴った選手よりも、ラインが前に出てる場合があります。それは、こっちが押してるんで、相手のラインが、アタックラインが、崩れるわけですね。そうすると、センターあたり、大体2線あたりが出る場合が多いんですけど、第2センターあたりがポコッと前に出てる状態になる場合があります。で、そこからその2線の選手がキックに対して仕掛かっていったら、その選手はもうすでにオフサイド位置から走ってることになるんで、なので、相手のですね、第2センターをラインからポコッと前に出すような形で押していくというような形でですね、もう一回言いますね。3回放ってこう、同じことを3回繰り返すと人間覚えやすいってところがあるんで、3回繰り返します。この3回目ですけど、相手を押し切ってボールを取る。相手を押し切ってディフェンスをやって、相手を押し切ることによって、ボールがそこにコロッと転がったり、また相手の選手を捕まえて、そのボールを取ったり、っていうふうな形でですね、相手を押し切ってボールを取るのが一つ。そして、押すことによって、相手のボールが出るのを遅らせて、味方のディフェンスラインが揃うのを待つ。または、積極的に、三つ目の、相手を押し込む。で、相手を押し込むっていうのは、その、相手をぐちゃぐちゃにしてですね。で、相手の間にスペースを作る。つまり、相手がばらけることによって、相手押し込んで、相手がばらけることによって、スペースができますので、で、そのスペースで、ばらけた時にどういう風に攻めていくか。そして、二つ目に、こっちのディフェンスのタックルの勢いをつける。で、相手のアタックラインの勢いを止める。そして三つ目が、そのオフサイドの反則を誘うということですね。で、それがですね、こちらのディフェンスのフランカーの役割になります。なので、常にどう押し込むか。基本は押し込むっていう考え方ですね。相手がボールを持って走ってくる。で、それに対して普通にタックルに行くのではなくて、タックルして押し込む。そこで普通にタックルして倒す。今倒してしまうと、ラックになってしまって、で、ラックになってしまうと、相手方にボールが行く率が高くなるんで、基本、相手方のラックだと、6割から8割。場合によってはもう 100% 相手ボールになってしまう場合がありますんで、そうするとこちらは不利なんで、あくまでもタックルに行く場合も、倒すタックルというよりも、相手のボールを止める、ボールのままのタックル。要は、ボールが出ない、アンプレアブルな状態を作って、マイボールスクラムにするというためのタックル。あくまでもタックルはボールを取るためのものであるというふうな考え方に、ちょっと変えていった方がですね、どんなにタックルやっても相手ボールになってしまうのが今のルールなんで、なので、今、その時のルールによってですね、ラグビーを変えていくと。昔はですね、ジャッカルしやすかったですよね。ジャッカルしやすかったんで、タックルして、ジャッカルして、マイボールにして、マイボール攻撃っていう風な形でですね、昔は組み立てることができたんですが、今はタックルしました、倒れました、ラックになりました、相手来ました、相手ボールでそのまま出ちゃうんで。で、そうすると、さっき言った、そのボールが出るのを遅らせるっていう面からすると、タックルしてラックにすると、相手にボールがすぐに出てしまうと不利じゃないですか。ということはどうするかって言ったら、相手を倒さないタックルをする。まあ、相手のですね、
基本的に相手がこうやって突っ込んできた場合は、相手のここを自分のここで、まあ要はこういう形でですね、キープして、で、相手の背中の方に手を回して、で、相手がボールを下に落とせない状態にして、相手がパスできない状態にして、で、ここにあるボール、上から持ってかれるとまずいので、こちらの自分の顎でボールを押さえて、で、ボールを出させない。で、そうすると、どう見ても、ボール動かないですよね。で、この状態で相手陣地に向かって、腰をこう揺らしながら押していく。腰揺らすっていうのはどういうことかって言ったら、ここに、膝がですね、膝を緩めるために腰を動かします。で、膝が緩めば前に足が出ます。なので、こういう形で、前に足を出すような感じでね、進めていくと、相手に対して押し込むことができるんで、で、その場合、相手よりも重心が高いところにあると、逆に押し込まれるんで、相手よりも重心をちょっと低くして、で、相手当たりました、低くします、このまま押していきますっていう形にした方が、相手方にどう見てもボールが出る気配がないんで、レフェリーがアンプレアブルでポイント指定して、マイボールっていう風な形に変わる率が高いので、相手のタックルはあくまでも、ボールを殺す。ボールを殺しに行く。いうタックルにした方がですね、走ってる人間を倒すタックルやった方がかっこいいっちゃかっこいいんですよ。なんですけど、相手にダメージを与えるのと同じように、自分も一緒に倒れてしまったりすると、自分にもダメージが来るんで、フィジカルがね、かなり相手チームよりも強い自信があればいいんですけど、相手とフィジカルがほぼほぼ一緒、または相手よりもフィジカルが劣る場合は、それをやってしまうと、どんどん自分の体力のレベルを下げていくことになるんですね。そうすると試合時間持たなくて、後半の最後の方でボロボロになる率が高いんで、そこまですごいいいタックルして、いいプレーして、で、なんとか均衡を保ってたのが、後半の最後の方で、残り10分とかでですね、一気に崩れるのがありますよね。あれ何かあったらフィジカルが切れてるわけなんで、で、そのフィジカルを切らないためには、タックルやってダメージを、受けることをなるべく減らす、なるべくコンタクトでもダメージが起こり得ない、起こりにくいコンタクトをする。っていうことはどういうことかったら、さっきみたいに、相手がこうやって持ってきて入ってきたら、相手のこの辺りに向かってこう入れて、入れた状態で、ホールドして、顎で止めて、ボール止めて、そのまま待つ。または、体を揺すりながら前に出る。そうすると、最小限のね、要は、自分のフィジカルの減少がですね、ダメージの、まあ、蓄積をですね、最小限の状態でコントロールすることができるんですよ。で、その最小限でコントロールした方が試合時間全部持つことになるんで、試合時間持たせるためには、なるべくバンといって倒れて脳震盪になったりとかですね、しにくいプレーをすると。基本、ホールドするようなスマーザータックル的なやつをやれば、こっちのダメージもなく、相手のダメージももちろんないですけど、フィジカルがこっちが弱い場合は、もうそうやって、こうやって、で、これでこうやってる分には、そこまで、こっちにダメージ来ないんで、で、このプレイで脳震盪になることってまずないですから、あるとしたら、相手のフィジカルがすごくでかくて、で、もうこのまま突き進んできて、で、そこでぶつかると、そのダメージを食らう場合があるんで、その場合は、相手がこうやって入ってくる、この片方の腕ですね。片方の腕だけ狙って、で、そこにこう手を突っ込んでくるような形で、要はこのボール持ってこうやって入ってくる、ここにちょうどですね、脇って手入りにくいんですよ。ただ、ここ、肘の部分ありますよね。肘の部分と体の部分って、フィジカルが、すごい選手ほど、こうやってボール持った時に、ここ開くんですよ。なので、そこの開くとこに手突っ込んで、で、そのまま、こっち側のここの部分に手突っ込んだ状態で、体を後ろに巻きつけて、相手のこの両方の腕を後ろから押さえつける形になるわけですね。要は、こう入っていって、ここに手入ってます。で、これで背中、相手の勢いに合わせて、相手の背中に乗っかるような感じで、くるっと回って、回して、で、
相手のこの両腕をグッとホールドするような形にすると、要はバックからタックルされたのと同じ、まあリアタックルと同じ形になるんですね。で、リアタックルになると相手のフィジカルでかくてもこう体を揺らすことで倒すことができるんで、で、その場合はもう仕方ないんで相手を倒す。で、倒すときに自分の片足がその倒れる方でちょっとつくような形であれば、で、相手を倒しながら自分は残る形で立ってた方が、有利になります。なので、これ多少練習しないとできないんで、ここにこう手を突っ込むイメージを、今こういうふうな家の中でもですね、手を突っ込むイメージをまずつけて、で、突っ込んで、相手のここに手を突っ込んで、体を、で、相手の勢い強ければ強いほど振り回されるので、これ、自分のこの辺りまでですね、この辺りまで手を突っ込めれば、自然と相手の勢いでぐるっと回れますので、で、相手に飛びつくような形で、で、揺らして倒すと。まあ、相手の手を掴んで揺らして、まあ、要はこうなってるところから、こうなりながら、こっちの手を相手のここに、ここですね、をグッと持って、で、こっちの手も相手側の、まあ、要は後ろに背中に飛び乗って、相手の腕を両方からホールドして体を揺らすっていう形で倒す形になります。で、そうすると、相手も倒れる。場合によっては自分も倒れますけど、相手が、まあ、要は、タックルされながら、ボールをパスすることができない。できにくいプレーになります。これでもね、ここ持たれても、できないわけじゃないんですよ、ボールをパスは。ここだけでピッてやればできるって。なんですけど、それをやれるには、この範囲でパスできる範囲って、ここしかないんですよ。この幅しか。要はこれぐらいの幅しかないんですね。だからここの幅に相手がいなければ、スローフォワードになるか、または、ただのノックオン的な状態になるか、またはただボールが転がってるだけになるんで、相手がボールを持って突進するよりは、マシなんですね。なので、プレーの選択としては、最悪を避けるためには、で、普通にタックル入っていくと、相手が、普通に味方にパスすれば、そのまま味方に、相手の方が行っちゃうんで、そうすると、味方の方はディフェンス遅れてトライされたりする場合もあるんで、あくまでも相手の体、ボールを止める。で、相手のミス誘う。それがまあ、フランカーに課された課題ですね。それでですね、いつもみたいにキックオフのところからやっていきますが、キックオフやる場合って、例えば1番から8番までが、そのキッカーですね。大体スタンドオフが蹴るとは思うんですけど、センターからまあスタンドまたはフルバックが蹴るときに、その左側に大体、まずアタック側として立ちますが、基本的にキックオフっていうのは、キックオフする側ですね。する側の方がディフェンスに回る率が高いんで、一応ディフェンスも絡めて、解説しますと、並び方はですね、1番から8番までベタで、順番通り並ぶ場合と、それと、スクラム組むときのような感じですね。真ん中2番で、1、3番で、4、5番がその外で、6、7がそのまた外で、8番が、まあ、キッカーのそばみたいな形で並んだりする場合もありますし、チームによってね、この並び方変えることだけでも、かなり作戦としては使えるんで、いろんな想定をしてですね。で、基本は、そのチームの中で一番ラグビーが上手くて、フォワードの中で一番ラグビーが上手くて、瞬発力がある人間が、そのキッカーに対するチェイサーとしてですね、ボールを、取りに行くっていう形で入っていった方が有利なんで、で、6、7がこれになることっていうのはあんまりないと思うんで、で、もしですね、そのチェイサーをやる場合は、2番のフッカーのところでですね、そのチェイスのやり方について、言ったりとかやってますんで、あとロックのところで、そのチェイスのやり方について、触れてますんで、で、そこのところをね、まあ、フッカーのところとロックのところの動画でちょっと見ていただければ、そういった時のやり方は載ってるんで、で、ここでは6、7番ですね。で、6、7番がベタで並んだ場合は、キッカーの
8の手前に6、7っていう形でいる場合があると思うんですけど、その位置からですね、行くとしたら、例えば、まあ普通のチームだと大体6が、まあチェイサーというかですね、ボール蹴られたものに対して、そのボールを取りに行く選手になると思うんですけど、その場合に、6が行きました。で、6が相手が取った場合にそのまま絡んでます。で、もう一人のロックも絡んでます。で、そうすると、ファースト、セカンド、サードになるわけで、3人目として、それに絡んでいって、バインドして押し込む。さっきの押し込むことですね。押し込むプレイになるんで、なので、キックが上がります。ピーでキック上がりました。で、走っていって、バインドして押す。っていう形ですね。なので、まあ、バインドですね。バインドしっかりやってないと、こうやって手触ってるだけだとですね、これバインドしたことにならないんで、反則取られてしまうんで、あくまでもバインドする。バインドする。で、押していく。で、押し込んでいく。で、6、7番それぞれ左右にね、その、ラックモールの場合もサイドに位置していればですね、ボール出てきた時にすぐにね、行ける形になります。で、ラックモールについてもですね、別の、ラックモールの動画の方で、ラックモールはアタックとディフェンスに分けてますけど、アタックの動画、ディフェンスの動画でですね、1番、2番、3番の動きをそれぞれ、見といてですね、で、その1番、2番、3番の動きをここで練習する。つまり自分が1番になったつもりでやる練習、2番になったつもりでやる練習、3番になったつもりでやる練習で、これで1、2、3の練習、普通にこうやって玄関のところでも、ラックモールの練習、普通に一人でできるので、それを繰り返しやってですね、体に覚え込ませて、で、そのプレーを何度もやっていく。で、あとですね、ビデオなんかで、よく大学の試合とかですね、明治とか早稲田とか、まあそういった試合とかをやってますから、で、そういうまあ YouTube なんかでもそういう動画を探して、自分のポジション、自分が6番だったら6番の選手だけを見て、7番だったら7番の選手だけ見て。で、できるだけですね、勝った試合ですね。それも、弱いと言われてた相手が、強いと言われた相手に勝った試合を見るとですね、押されている時に6、7番がどうやってプレイしたか。で、大体、そういった時に勝てるってことは、6、7番がかなり活躍してるはずなんで、その負けてる、弱いと思われた方が勝った試合の6、7番の動きを、自分が6番なら6番の動きだけをずっと見て、それを頭にイメージつけといて、で、こういうところでそれをトレースするんですね。トレースっていうのはそのまま真似をする。で、7番なら7番で、その動画で見たやつをそのまま体に。だから動画見ながら、例えばテレビ画面とかで動画見てる場合だと、テレビ画面で動画見ながら、それをこう真似しながら、その動画を見ると。いう形にするとですね、その選手の動き、またはどのタイミングで、どこの方向へっていうポジショニングとかも含めて、体と頭に染み込ませることができるんで、で、それをこういったところで繰り返して練習するというような形にすればですね、その分だけ覚えが早くなっていきます。でですね、さっきやったそのキックオフのところからまず行きました。で、モールになってます。で、大体ですね、セカンドプレイヤー、サードプレイヤーで入る場合が、フランカーの場合は多いと思うので、セカンドプレイヤー、サードプレイヤーとして、まずモールを押し込む、またはラックになっている場合、ラックでも相手がですね、完全にボール支配してるよっていう場合には、相手にちょこんって触るだけで、ラック成立させといて、で、左右のそれぞれのポジションに、いてですね、相手に対するディフェンスの位置を保っといて、で、サイドアタックかけてくる相手は確実に止める、または自分のサイドですね。自分のサイドの、ディフェンスは必ず一番最初に行くつもりで、走り出すということになります。なのでですね、まあ、大体ラックモールは常に同じような動きになると思うので、で、もう体にですね、染み込ませる形になります。で、基本的に自分たちが強い場合、ラックモールとか含めてでもですね、だいたい5回ぐらい、ラックモールやって、横に広がって前に行って、
ってトライっていう場合が多いと思うんですけど、自分たちが弱い場合は点取るまでのラックモールの回数が増えます。だいたい横に10回、縦に10回。これがですね、自分ってよりも多少強い。まあ、要は、20回、ラックモール繰り返しながらトライするというような形になるんで、ですから普段の練習も、だいたい横に10回、縦に10回、ラックモールを組みながら相手の陣に入ってトライっていう練習をしとかないと、強い相手にはなかなか勝てません。特に強い同士ですね、試合すると、だいたい40回ぐらい、そういったプレーが繰り返されて、トライまでに行くっていう形が多いです。で、あとは、どっちかのチームが、振って切れたら、その切れた段階でスコンと抜かれてトライっていう場合が結構あるので、基本的にはですね、どんなプレーもアタックディフェンスを混ぜながら、だいたい40回ぐらいポイント作って、トライするっていうところをやっていくとですね、自然と、ディフェンスの体の動き、アタックの体の動きに変えることができるんで、で、そうするとその分だけ早く展開することができるので、気持ちもですね、折れずに繰り返し同じ行動が取れると。だから最初に例えばキックオフしました。で、サガードプレイヤー入りました。でも相手ボール出ました。タックル行きます。で、またラックモールなりました。で、そして次はまた次のポイントに向かって走って、で、タックルして、またラックモールになりましたっていう風な形でですね、体をそれにこう馴染ませて、で、常にこう低いプレーを繰り返さなきゃならなくて、で、それを低い、ゆっくりから低い勢いのあるプレーに変えていく。で、まあ、勢いをつけるには足の踏み込みをギュッと持っていけば勢いがつくんで、足を今軽く踏み込むところから少しずつ前へ踏み込んでいって重心を移していく。で、この重心を移していくですね、イメージをだんだんとつけていくと、その分だけ行動が速くなりますし、で、前へ行きました、止めました、体引いていく、次のプレーへ走っていく。で、また次のプレー入ります。で、入って、押して、で、また体を抜いて、で、抜くときに必ず、肩引いて、腰引いて、膝引いて、こう引くと、次のプレーに移動するときに動きやすくなるんで、常に、こう入ります、肩抜きます、腰ひねります、膝ひねります、体向けていくっていう形ですね。っていう形を練習しとくとですね、なので、こう入る。だから最初、こう走ってる感じで、で、8ビートぐらいにして、入っていって、で、押す。で、肩引いて、で、また今度では戻って、8ビートぐらいにして、で、引く。で、これ、強度を高めるには、ここをですね、1,2,3,4,5,6,7,8 っていうのを、1,2,3,4,5,6,7,8 で、16ビートぐらいにしていくとですね、実際の試合とほぼ近い状態になります。で、あと、間の部分ですね。基本的に、プレーに移動する場合、最短距離をフランカーは走りますけど、膨らまないでですね、最短距離まっすぐですね。これ、フランカーが膨らむと、そこのポイントに行くまでに時間かかってしまうんで、で、膨らむのは他のプレイヤーのコース取りです。で、フランカーは常にポイントに直線。なんでかったら、一番最初にそこに駆けつけなきゃいけないのがフランカーなんで、フランカーのコースは常に直線であることをイメージしてください。ディフェンスの時に膨らんでしまうとですね、アタックの時に膨らむのは仕方ないんですよ。なんでかったら、アタックの時にまっすぐ行ってしまうと、ほぼほぼ横になってしまうんで、スローフォワードになりやすいんで、スローフォワード防ぐために、ちょっと深めに入って、で、勢いつけて、ポーンって出るために、膨らみます。だから、アタックの時は膨らんでいいんですけど、ディフェンスの時は、あくまでも直線。で、アタックで、例えば入った時に、味方がタックルされてしまえば、そこに対しては直線でいいです。なんでかったら、もうポイントなんで。なので、フランカーが膨らむのは、あくまでも、味方のアタックのサポート入る時だけ、膨らむ形のコース取りをする。それ以外は全部直線です。
そこに、ポイントはあそこだなって思ったら、そこに向かってまっすぐ走る。で、それがですね、できるかどうかによって、フランカーの、たどり着くまでの秒数が変わってくるんで。で、今ってですね、昔だったら、1、2、3、4ぐらいの、余裕があったんですけど、今って、動くときに、位置ずれた、あ、位置で行かないと、間に合わない状態になってるんで、今、コンマの1秒、2秒の世界なんですよ。なのでですね、より、いいラグビーをするためには、いかに秒数を短くするか。移動する間の。で、そのためには、瞬発力をつける、あと体の無駄な動きをなくす。例えば、さっきみたいにこうやってポイント入って、こうやって抜いたら、体スッと持っていけるんで、で、これも、1で、2でいけるんですね。まあ、入ったのを1と数えたですね。だから実際入ったところからすると、1なんですよ。1で抜けてる形です。なんですが、入ったところからポイントを探すのにこう立ち上がって、で、この姿勢があるとですね、こうやって立ち上がった姿勢があると、その分ここで、1、2で見て3になるんで、少なくとも2秒から3秒遅いんですよ。で、その2秒3秒がえらい違いになるのが今のラグビーなんで、その1秒の間を短くする、秒数を短くするのが今のラグビーのポイントになります。で、そのためには、こう入って、で、1で抜ける、で、こう入って、1で抜けるっていうのを繰り返し練習する形をしないとですね、次のプレーに行きづらいんで、なので、入りました、後ろ向きまする。で、入りました、後ろ向きまする。っていう練習をですね、玄関とかですね、何度もしつこくやってると体に入っていきます。で、頭で考えているうちは、そのプレーは体に入ってないんで、ね、少なくとも16回ですね、早いスペース、まあ、早い、まあ、ペース取ってですね、16回やるよりも、最初にゆっくりですね、入りました。で、肩引いて、腰引いて、膝引いて、ダッシュ。っていうのをまずゆっくりやって、それから今度はミドルぐらいにちょっとスピード上げて、やって、で、最後、ハイスピードで、っていう形で入っていくと。ただこれね、ハイスピードになるとわかると思うんですけど、ここで足引いた時に、つく時に、勢いがつくんで、で、ドンって音がするんで、もし、響きやすい、床が。下に人が住んでて、っていうアパートとかの場合はですね、足気をつけないとですね、近隣の方とのトラブルになることもあるので、その場合はですね、ここちょっとゆっくりの回数を増やして、で、体に染み付けることをまず優先させてください。スピードを上げるのはグラウンドに出て、または外で、そのトレーニングできるときに、まあ、広いスペースで練習されるといいと思います。でですね、いうような形で、キックオフ、モール、ラック、で、そこからの移動。で、場合によってはですね、こうやって入った時に、もうそこでなったらそのまま前に行けばいいんで、で、この時もですね、今、さっきは後ろ、まずやりましたけど、こう入って、で、例えば、味方が、まあ、普通は大体フランカー先に行きますけどね、味方がそこで、出てきたボールに対して絡んでいる、そこへ来るっていう、またはですね、サイドで相手が抜けてくる、それに入る。っていう、こっちもですね、やんなきゃなんないんですけど、この時のコツはですね、今ちょっと手抜いてますけど、こうやってバインドしてる、この手を弾く。で、この手弾いて前に持っていくって感じですね。バインドしてるこの手で、こっち側持ってる手で弾く。で、弾きながら前に出るっていう形ですね。で、弾きながら前に出るときって、結構重心下に下がるんで、で、こける場合って、倒れちゃう、自分がね、足引っかかって倒れちゃったり、自分の足もつれたりする場合があるんで、それを防ぐためには、これでこうやるのと同時に、ここの足、力入れるのと同時に、こっちの足ですね、抜いた最初の一歩目を踏み込むんですよ、グッて。で、ここで、グッて踏み込む癖があると、あと普通に走れます。
連休がつけます。なので、コツはですね、こうやってるところと、こうやってるところで、こうやるので、こうやりながら、要はこうやってる、この手でこうやりながら、重心かけるのと同時に、こっちの足をですね、前に持ってきた時に、ちょっと上目に上げて、ガンって落とす。で、上目に上げてガンって落とすと、そのまま前へ進めて、足がもつれたり引っかかることがないんで、で、これを軽くこうやってしまうと、これを超えない状態になると、足がもつれやすくなるんで、そこでこけたりする場合、まあ、倒れたりする場合があるんで、なので、必ず、こうやってるところから抜いたときは、ここの一歩目をグンと入れるってことですね。なので、まあ、ゆっくりやって、ここで、こう、片足に重心乗せちゃうっていう手もあります。そうすると、重心が乗るイメージが出てくるので。で、その重心が乗ったやつを、こう前へ持ってく形にすると、こっちに重心乗せておいて、グッて、かかとから、上へ弾く感じにすると、ちょうどその踏み出して、グッて入れる感じがつきます。そうすると、サイドとかですね、タックル入りに行くときが足もつれないで、綺麗に相手のそのポイントに向かってスコンって入ることができるし、割と前で相手を倒すことができるんで、なので、ここでやっていくと。じゃないとね、これを離す形でやってしまうと、これ離すと勢いがつかないんで、これでこうやってる状態から離しました、はい、行きましょうになるんですよ。っていうと、ここで1で行くのと、1、2、3で行くのと、2秒間が出てしまうんで、なので、ここで1でやった方が、まあ味方のね、掴んでるやつをちょっとね、ダインするような形になるんで、ちょっと申し訳ないなってのはあるんですけど、で、あと、この、掴んでるのが先輩だったりするとですね、ちょっと気まずい部分はあると思うんですけど、試合中はまあそこまで気にする先輩はそこまでいないと思うんで、試合中はですね、思いっきりこうやってね、で、推進力つけてください。前に進む力をつけると、その分相手に近く、早く、いけます。フランカはですね、ともかく早くですね、行くのがポイントなんで、ボール持ってる相手のところへ、ボールを持ってる味方のところ、ともかくボールがあるところに必ずフランカありなんで、そうやってですね、突っ込んでいくということですね。で、常にね、緊張して、その一点集中してるんだけど、視野は広くないと、次の展開が読めないんで、で、あくまでも試合やりながら、その前の選手を倒しながら、頭の中では次の展開を想像しながら、あ、今ちょっと入りが悪かったな、やば、倒しちゃった、相手ボールになるな、じゃあ相手どっち来るだろう、ブラインドの自分に今近いから、じゃあブラインドの方行こう、で行くか、で、あ、これだったらオープンサイド回るな、オープンサイド回るんだったら今の倒し方だとボールは向こうに出るから多分オープンサイド狙ってくるな、でも一応ブラインド確認してから行こうっていう風な形でですね、あくまでも頭の中で考えてまずやって、でその考えるのがいらなくなるまで繰り返せば何も考えずに無意識にっていう形で体が動くんで、で体をそうやって動かせる必要があるわけですね。あくまでも入ったで、まあここから入ったで見ながらコース取って、ボールのとこ直線。なのでですね、まあ、今こうやって、ラックモール入ってる、で、味方いるから、こうやってちょっとずれた位置から入ってますけど、ここいなければ、もう、この状態で即前へ。さもかく、ボールのところへ急いでいく。ボールのとこにすぐに行く。ボールのとこにすぐに行く。っていう形でですね、こう持っていくと、その分だけ速くなるんで。っていう形でやっていくことですね。それとあと私、こう解説するときもちょっと体を動かしながらやってますよね。これ体をいつかせない。いつくっていうのは、もう、立ったらこの状態で、なんか動くのが、ちょっと、めんどくさい状態になってしまうとですね。
実際試合中でもこの状態になってしまうと、動きが遅くなるんで、で、試合中もこういう形でですね、ちょっとこう、動かしながらやってると、動いた方に方向がすぐ行けるんで、すぐに行けるんで、で、ここからね、すぐに行くのがね、すぐに行けないわけじゃないんですけど、この状態からすぐに行くのが、ちょっとやっぱですね、今見ててもわかる通りに足動かないですよ、すぐに。で、この状態から動かしても、さっきの、こういう状態から、これよりも、遅いの分かりますよね。なので、試合中とかですね、まあ、練習の時もそうですけど、結構落ち着かなくこうやってますね。この方が動きやすいんです。まあ、ただそれも癖なんで、この状態から、俺らいけるぜっていう方はですね、それはそれで結構です。で、試合中でもね、バックスラインとかだったらこういう形で待ってて、で、こういう形で待ってる時にも、こういう感じになってる人とかいますね。あと、こう、足をこうやったりとかですね。ちょっと。で、これも、すぐにどっちかにかけれるっていう形でやってるんで。で、次ですね。フランカーなんで、スクラム。スクラムの場合ですね。前、アタックの方の、フランカーの方でやりましたけど、スクラム組むときに、サイド、まあ、一番、6番としてやってますけど、今。例えばこういう壁とかがあってですね、ちょっと突起が出てる場合は、そこを当てにして、で、ここをスクラムだとして、1、2、3が、で、フランカーの場合ですね、一応私の場合はクラウチ、まあ、やるときに、もうここついちゃった方が、下から斜めに突き上げれるからいいよっていう形で、大体やる場合が多いんですけど、で、1、2、3が膝ついてます、4、5ついてます、で、C5 ついた後に、6、7はですね、入った形になると思うんですけど、で、バインド取って、まあ、バインドやるときにね、もう皆さんよくやってるんですよね。今のジャージって親指ちょっと入りにくくなってますけど、それでも、つかめないわけじゃないんで、よっぽどパチパチだったら別ですけどね、パツンパツンで指入らないという場合しょうがないですけど、それでも、まあ、パンツとかね、のあたりにこう手をかけるって手もあるんで、で、そういった形で、ともかく、4番とバインド取って、で、この肩で、あくまでも押していくと。で、1、2、3はですね、こうやって、押し、まあ、1、2、3組んで、1番、2番、3番組んで、で、基本的に、2番と3番で、相手の2番に対して挟み込んでいくような形になるんで、こう押していくものに対して、1番がこう押していって、バランスを取る形になるんで、で、1、2、3、割と崩れやすいですよね。なので、1、2、3って組んでる、これに対して C5 がまっすぐ。で、6、7どっちかって言ったら、極端に言うと、こう力かけるんですよ。斜めに。2番に向かって斜めに力かける。で、よくね、スクラム組むときに、6、7番がこうやって組んだ状態で、まっすぐ押してる場合ありますよね。で、まっすぐ押してると、2、3が相手の2番挟んでるんで、力のかかりとすると、1番、2番、3番っていう形で力かかってるで、C5 がこうまっすぐかけてるんで、本当はこの力の向きに対して、6、7はちょっと斜めから2番に向かって力をかけるっていうのが、その力のかけ方としてはベストなんですよ。なので、本当だとこうやって組んで、こうかけてるイメージありますが、実際はこれをこうかけてるのと一緒になります。なんだけど、実際腰はくっついてるんですよ。腰くっついてて、4番と腰はくっついてるんだけど、力のかけ方がこうかけていくんじゃなくて、こっちの肩にですね、力を入れると、こうかかるのってわかりますかね？こう力をかけていくんで、実質は、こうまっすぐに押してる形に見えて、こう斜めに押してる形になります。で、これ腰ですよね。こう持っていくと、ここくっつけてね、4番と。くっつけて、こう押すと、こっちにまっすぐになります。こうやって、ここを入れると。で、これを、こう入れると、こうかかります。なので、極端に言うと、スクラム組んで、6番が組むときに、こう入れるんじゃなくて、こう、こっち側の力をこうかける感じですね。
で、こう行くと、2番に力が入ってくる。で、7番は逆で、こうなって、こうなって、ここくっつけて、こうくっつけて、こう押すと、こうまっすぐかかるんで、まあ、7番の場合はね、3番にかかるんで、3番が斜めに押してるんで、こう押しても特に問題ないんです。なんですけど、ちょっと極端にやると、ここもちょっとここを少し引いた状態で、こう、ここに力乗せて、こうかけると、ちょっと内側に寄るんで、3番と2番、まあ、3番と2番で相手の2番を首を押さえてるんですけど、そこに3番の力をよりかけることができるんですね。こう斜めに押すこと。で、これ、こう押すと、3番のお尻が割れちゃう場合があるんで、なので、2番3番のところで、お尻割れて、その、崩れる場合は、お尻割ってんのって、7番なんですよ。なので、こうかけるよりも、ちょっとこっちにかけるような感じで、腰を少しひねった状態で、入れていくとですね、その分、2番の方に、ここの肩に力がグッと入るんで、ここの2番の方に、要は、向かって、3番もこっちに向かってるんで、そこがより突っ込む形になるんで、同じ、まあ、ベクトルって言い方するとあれなんで、同じ矢印の方向に向かって力が入る形になるんで、より相手に突き刺さるスクラムになります。ただ、あんまりやるとね、相手のスクラム崩れてしまう場合もあるんで、そこは、ほどほどというかですね、手加減しながらやらないとですね、まあ、手加減できる相手じゃなかったら思いっきりやれるしかないんですけど、あくまでも相手のスクラムを弱くして、こっちのスクラムを強くする。なので、まあ、6番の形でやると、クラウチ、で、バインド、で、セッって入るときに、こっち側をこうくっつけるんじゃなくて、まあ、このまままっすぐ行く。このまままっすぐっていうのは、ここをこうやってくっつけなければ、その分力はこうかかるんで、なるべく意識的にこっちへ、2番に俺は力をかけてんだぞっていう感じでやるとですね、相手のこっち側が、まあ、パックというかですね、綺麗に1個にまとまって、相手方が崩れることになります。だから極端に言うと、6番の組み方、こう組むというよりも、こう組む形でも本当はいいんですよ。ディフェンスの場合ですね。で、その方が、入るんですけど、ただ腰がね、開いてるとですね、どうしてもパックが甘くなるんで、そうするとレベリーから崩れてると勘違いされる場合があるんで、あくまでも体がくっつけた状態で、こっち側の肩に意識して、で、こっちで押していくと。で、チームによってはね、フランカーが割と離れやすいようにディフェンスですから、ここに力あんま入れないような形もありますけど、ここに力入れて、で、足のここの角度ですね。で、ここ120度ですね。にした状態でやった方が、相手に全部体重がかかってるんで、で、ここからブレイクするときに、この手と、こっち側に持ってるこの手ですね。まあ、これ大体1番の、ここら辺とかですね。押してる形になると思うんですけど、で、これをバッと、さっきと同じようにやると、その分、ディフェンスに早くいけるんで、これ持ってるのと、これを持ってるので、これを、こっち、切りながら、こっちをこう、さっきというよりも、少し上に上げる感じですね。さっきよりも少し上に上げる感じで、こうやって、まあ、こうなってるところから、こうやって、で、こっちも、できればこういう風な形で、こういう形でやっていく。後ろにこう払う感じでですね。やると飛び出しが速くなります。で、その飛び出し速くなって次の一歩をやっぱ踏み込む感じですね。で、そうするとバランスが取りやすくなってそのまま駆け抜けることができるんで。で、6番もですね、一応相手が割と球出し速かったりすると、ブラインド来る場合もあるんで、もう出たって思ったら出ればすぐそこに8がいたりするんで、で、8を止めるのはあくまでも6番、基本的には6番側に来る場合が多いと思うんで、または、そのままスクラムハーフが持ってくる場合もあるんで、で、その場合はまずスクラムハーフを倒すか、止めといて、で、次に8が来るか見てですね、まあ8、9っていうかですね、まあ8、9、8で来る場合、8、9、8の14で来る場合とかあるんで、で、その場合その4人をですね、
基本的には6番一人で倒すような、まあ、ブラインドサイドの場合ですね、あのシチュエーションも結構あるんで、であのブラインドサイドね、あの狭いって言いながらオープンよりも広いデッキってあるじゃないですか。あの例えばスクラムでは5メーターの、まあ、要はタッチラインがあって、タッチラインから5メーターのところの内側で組まれて、ではまだ5メーターっていうのがあるんで、まだ割と狭い方ですけど、これが15メーター近くですね。まあ、極端に言ったら15メーターラインのところで組まれたら、ここ間15メーターあるじゃないですか。で、15メーターあるとですね、15メーター4人を1人で防御するの結構きついですからね。で、一応、11もいますけど、11って基本的にこのシチュエーションだと、キックケアでちょっと後ろに下がってる場合があるんで、そうすると、場合によったら、6番と8番で、そのブラインドサイド2人で4人を相手にしなきゃならない。っていう場合があるんで、その場合はまず確実に9番ですね。9番潜っていった時は止める。で、9番止めるには、ここをこうやってる時に、これを弾いていったらもうそこに9番いますから、で、やるしかないんですよ。で、9番のコース読んどいて、で、基本的に9番のコース読むためには、試合前の練習ありますよね。試合前の練習の時の、相手の9番のフォローの膨らみ方、見てると、大体読めます。大体試合前にですね、9番って、例えばサイドアタックかけようっていう9番の場合だと、割と浅めに来る場合が多いんで、あのフォローコースが。そうすると、大体スクラム組んで、そこから出してフォローしてるときに、どれぐらいの浅さで来るかなっていうのを見とくとですね、大体コースの予想が立つんで、で、そこに向かってぶつかる状態で行くと。言うと、大体そこで止めることができます。またあと8番ですね。で、8番はですね、9番の内側を抜くっていうのは、9番がよっぽど膨らまないと内側抜けないんで、内側よりも8番が外側に来る率の方が高いんで、で、または、9で8が内側にしか来れないコースになると、8はオフサイドとか、まあオフサイドっていうかどっちかっていうと、スローフォワードですね。9番からのスローフォワードかっていう場合が割と多くなるんで、で、逆に言うと、9番のコースを抑えていけば、大体8番も抑えれると同じになるんで、そしたら9番単独で潰せると。なので、基本的に9番潜ってくる場合は、9を確実に潰すっていうのがまずポイントになります。それと、できれば、タックルやって、自分は倒れないタックル。または、スマーサー入って、相手がパスできない。ただね、ハーフだとね、脇くぐらしてとか片手で、こうやってパスしてくると思うんで、バックフリップとか平気でやってくると思うんで、基本的に9番っていうのはパスの職人なんで、で、そのバックフリップされることも考えながら、その相手のタックルに入る。っていうことで極端に言ったら絶対に相手のハーフを、まあ倒すコースに入らない。倒すってどういうことかって言ったら低くタックル入ると、相手のここになって顔がこのあたりなんで、そのバックフリップとかに対応できないですよね。ただ、やる方法はあるんですよ。入って、で、バックフリップされました。されたら、この手で、この手を、こうやってまた弾けばいいんですよ。で、弾けば、相手のハーフを弾いて、次タックルっていう。で、基本的に最高ですね。最高。いや、最高だとあれか、フルバック入って5人って可能性もありますね。最高5人ですね。5人、その、ブラインドサイド。入ってくる可能性があるんで、例えば、コーンとか置いて練習するときも、その、フォワードがいて、で、自分のスクラムの位置があって、で、相手のハーフが潜ってきそうなとこにコーンを置いて、エイトがその時にいるときにコーンを置いて、で、14番と15番の位置にコーンを置いてっていう形でですね、コーンを置いとくとですね、で、そこに向かって、で、まあ、フルバック、ライン参加してきましたの場合のコーンの位置を置いといて、で、そこに1回、2回、3回ってこう、弾きながらタックル、弾いてタックルっていう、立った状態での5連続タックルですね。を練習しとくと、だいたい3人ぐらいまでは対応できるようになって、で、夏合宿かそれ以降まで、それを続けていくとですね、うまくすると、試合、まあ、秋シーズンの試合の時に5人までタックルできる可能性もあるので、そうやってですね、連続タックル、ともかく6番は、ブラインドサイドの連続タックルの練習をしつこくやってください。
で、逆サイの場合に6、7をひっくり返して使う場合ですね。ブラインドサイド6番の専門なんで、そっちの右サイドであっても6番を7番の位置に入れ替えて。で、使う場合はその6番、今度はこっちの位置から同じように、その5人倒せる。まあ、大体最高5人ですね。で、5人を倒せる。で、2人がこう重なってる場合ですね。で、重なってて、重なってる向こう側にボールを持ってる選手がいる。で、前から攻めてきて、で、ボール持ってる選手は向こう側、こっちにボール持ってない選手がいる。うわ、タックルできないっていう時は、相手のそのボール持ってない選手の斜め前に入る感じにすると、相手ボール持ってないんで、こっちに対して、ノーボール、まあ、アタックみたいな形になってしまうんで、ちょっと下がる。その瞬間に入る形になると思うんで、あくまでも相手のコースの斜め前に入っていく。二人が来る、ボール持ってる選手、ボール持ってない選手、で、ボール持ってない選手が自分との間にいる場合は、その斜め前にタックルに入る感じ。で、もし、ちょっと抜かれて、で、並行して走る場合。例えば、ボール持ってない選手が横にいて、ボール持ってる選手が向こうにいて、タックルに行けない場合は、その真ん中にいる選手の方に肩寄せてって、真ん中の選手を相手に向かって押していくように、肩で。するとですね、ここの選手は味方の選手の足に絡まって倒しちゃまずいと思うんで少し下がるはずなんで、で、その時に、まあ、バックからのタックルに入るというような形、またはサイドからのタックルで押し出すというような形にしとくとですね、結構スムースにいけます。で、それでもね、真ん中が頑張る場合もあるんですけど、まあ頑張ったらこっちも頑張って押すしかないんで、で、それに対してレフェリーがオブストラクションを取ることはまずないと思うので、ただ、レフェリーによってはその判断で、そこでオブストラクションを取るレフェリーもいると思うので、で、その時はですね、まあそのレフェリーの幅を最初に聞いて知っておくか、またはその試合1回やって、で、次から同じプレーはなるべく使えないんで、そうすると、その真ん中の選手、で、次のやつですね、真ん中の選手を超えて、こっちの選手、ボール持ってる選手に手を伸ばすんですね。そうすると、手伸ばすと真ん中の選手が自分の目の前に手が来るじゃないですか。なんだけど、この手を払ってしまうと、この選手が実はボール持ってない選手に対してアプローチしたってことで、オブストラクション、まあやっちゃいけないプレーやりましたよっていうことで、ペナルティ取られる場合もあるので、もしレフェリーがさっきの肩で押すプレーを出るダメだっていう風な形で取られたら、次やるときは、その相手の選手の前に手を出して、こっちの選手にタックル行ってますよっていう形にレフェリーに見えるようにしてください。そうすると、その相手のそのボール持ってる選手に手が触れると、この選手、ボール持ってる選手は焦りますから、焦ると、自分はもうタックルされるんじゃないかと思って、そばの選手、つまり真ん中にいる選手にボールを渡すことがあるんで、そうすると、この手を回して入ればいいんで。なので、真ん中にもし選手がいて、一緒にこう、自分のボールの方に向かって走る状態になった場合は、真ん中の選手の前に手を出して、相手の選手にこう、行くような感じにして、で、こっちの選手が焦ってパスすれば、そのまま入ればいい。で、もし、そのままボール持ってそれでも行く場合は、この手をこう、この肘ごと突っ込む形でやると、ここの選手はスピードを緩めざるを得なくなるんで、そうすると、間に入っていって取れるというような形になるんでね。あくまでも手を伸ばす。で、リーチしていくっていうのが、一つのポイントになります。そうすると、並行してて、間に選手、こいつ邪魔だなって思った場合もできます。一番辛いのはね、ここにいるからタックルできないよってずっと走っちゃうとピンチになるんで、フルバックがそれで反応してくれりゃいいんですけど、フランカーとしてはすごい恥ずかしいことなんで、あくまでもフランカーはボール持ってる選手を一歩でも、相手ゴール陣の方に、で、倒さなきゃならないんで、そうやってね、並行で走ってくる選手に対してはそういう手で持っていくということですね。ということでですね、
あと、ラインアウトの場合ですね。ラインアウトの場合はですね、あくまでも、その、フランカーが、例えば身長高い6番が一番前に来るとか、あとは、その、まあ、相手に合わせてポジショニングして、で、相手がボール取りました。で、ラインアウトの時は基本押すのか、または相手が出したボールに対して反応して、回るのを優先するか。ということで、やり方を変えていくっていう方法があるので、あくまでもコースはボールのあるところに直線。なので、ラインアウトで相手ボール入ります。相手ボールで取りました。で、それを止める。で、止めて相手が出しました。出したら、それを追って、で、舐めていくって感じですね。で、一番ラインアウトの場合、後ろになる場合は、大体7番とかがね、一番後ろに並んでる場合が割と多いと思うんで、そうすると、ラインアウト、相手のボールから出て、で、ハーフが持った時には、もうすでにラインアウト解消なんで、ハーフが、こっち潜ってこないなっていうのを確認しながら、スタンドオフに行くという形になりますね。で、スタンドオフからウィングまでこう舐めていく。ライン舐めながらボールのあるところに一番最初に行くっていうのがあくまでもフランカーの、まあ、役割ですからね。ということでですね、フランカーについては大体そういう形ですね。で、今日はね、ウェイトの方、ショルダープレスですね。こうやってこう上に上げるってやつですね。で、いつものようにですね、この7キロのやつで使ってやりますけど、ちょっとショルダーなんで上だとあるかな。で、一応こういう形で持ってですね、で、両方、まあ、肩幅に足開いて、で、この位置から両方上げるというやり方と、片方ずつ上げるっていうやり方がありますね。で、これ、やるときに両方で上げる場合は、まあ、大体こういった感じで、で、1、2、1ってやっていくんですけど、1って上げて、1、2、3ぐらい止めて、そこから1、5、6、7、8、9、10ぐらいで戻すような感じで、上げて止めてからゆっくり下に下ろすっていうのがコツになります。それと背中とかね、揺らさないようにね、まっすぐ、これで上げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じで、戻した方が、ウェイトかなりつくような形になります。で、まあ、2リットルがね、こういったやつを利用する場合は、基本的にこういう真ん中のあたりを持てるやつにして、で、これでこの状態でこうやって上げて、で、これも上で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って戻して形にすると、これでもね、かなり鍛えることができると思います。で、ちょっとね、今日は時間が押してるんで、あと脇のストレッチですね。脇のストレッチやるときにですね、こっちの手まっすぐ上げてですね、耳につけるような形にしますね。で、このままこうゆっくり倒していって、こっちもプラプラですね。力入れずに。で、ここも力入れない状態でこうやって、伸ばしていく形になります。で、次にこっち側の方で、こうやって、で、こっちプラプラの状態、こっちももうプラプラですね。で、このまま力を抜く感じ。で、これで大体20カウントぐらいですね。20カウントぐらい、最終的には30カウントぐらい伸ばしていくような形でやっていくと、ストレッチですね。脇のストレッチもつくようになって。で、脇のストレッチつくとですね、股からひねった時とかのプレーとかにも非常に有効になるんで、なるべくね、ストレッチできる。で、プランクなんですけど、ちょっとプランクね、今日見えづらいんで、ちょっとできるかな。まあ、普通、プランクやるときに、こうやって手ついたプランクと、こう肘でやるプランク、で、こうやってこう組むプランクっていうのがありますね。で、こう伸ばしたようなね、ちょうど腕立てやるときの一番最初の姿勢の、状態でですね、この足をですね、こっちの、まあ、肘に向かって、膝を肘に向かって、こうやって上げて。まあ、これ今こう、プランクやってる状態だと想定します。ちょっと下だと見づらいんで。で、こうなって、こう、プランクの姿勢になってる。手、まっすぐ伸ばしてる状態ですね。で、これ、ここに向かって、この肘をこうやって上げて、下ろす。で、こうやって上げて、戻す。っていうね、プランククライムっていうのがありますんで、これ左右ですね、7回ずつぐらい、息吐きながら、ってやって、
で、吸って、で、はぁってやって吸って、で、ここにつけるような形で持っていく、プランクっていうのがあります。っていうのもですね、一つ入れていくとですね、腹筋とかですね、あとこう体抜いたりとかですね、あとさっきみたいなこう一歩足を出す時の、癖がついてくるんで、そういうやり方もありますんで、試してみてください。今日はですね、フランカ67番の、ディフェンスについてやっていきました。次回はですね、ナンバー8のディフェンスについてやっていきたいと思います。今日も視聴ありがとうございます。で、登録の方ですね、よろしくお願いいたします。もうお一人増えていかれるのがすごいこう嬉しくてですね、励みになりますんで、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。失礼いたします。